べ過ぎた日や数日運動しなかった日におすすめな動画内容をまとめています。結局たくさん動画がありすぎて何やったらいいか分かんない、だけどきつすぎるメニューはできない、そういった方に短い時間少ない回数でできる効果的なエクササイズだけをまとめていますので、説明欄の時間を押してもらってピンポイントでエクササイズしてもいいですし、まとめて全部やってもいいです。頑張ってみてください。骨盤も上下の足の長さというのが整います。これをまず30秒間やっていきましょう。それではいきます、スタート。こういう感じで左右に腰を振ってください。足振った時にちょっと骨盤が引っ張られる感覚があると思うんですけども、足の長さが整います。腰痛い方はね、ちょっとゆっくり動かしてください。少しです。はい、 OK です。次は交互に太ももを胸につける感じです。これで前後の骨盤が整います。しっかり足抱える感じです。それではいきます、スタート。しっかりこれでね、前後の骨盤の歪みが取れて反り腰が改善されます。片っぽ腰がね痛いよって方はね、そっちの筋肉が硬くなってショックなんで、痛い方はねしっかり伸ばしてください。少しです。はい、 OK です。今度は前後の歪みをしっかり取るために腰を振って骨盤を立てながら反り腰の解消、ポッコリお腹を解消していきます。足はカエル足にした状態で、おへそを自分の顔に向ける感じでお尻を締めながら、反った腰をキュッキュッっていう感じで骨盤をゴムをまっすぐにするイメージです。30秒いきましょう、スタート。これがね、あんまりうまく腰が動かせられないよって方はね、反り腰の原因になっているので、しっかりね骨盤をまっすぐグッグッと向けるね、腹筋と柔軟性が必要です。腰が痛いよって方はね、本当に反り腰になっちゃってるんで、これをしっかりやってください。よーし、 OK。 最後は立ったままでやっていきます。両足の状態で腰を振るのと片足で腰を振るの、全然動きが違うんですが、両足でやる場合、前もも硬い人はあまり骨盤が立ちにくいんですね。なので片方にすることによって骨盤がしっかり立つことができます。なぜかというと片方の前ももは引っ張られないので、しっかり骨盤をね立てることができます。これを30秒各15秒ずつやっていきましょう。ラストです、スタート。これでね、しっかりさっきのね膝ついたバージョンよりも腰が動かしやすいと思います。バランスはねちょっと言いますけども、はい、反対です。おっとっと、前ももがね引っ張られないんで、頑張ってあと少しです。よーし、 OK です。それでは頑張っていきましょう。いきます、スタート。こういう感じで動かすだけです。動く幅はね、できるだけ大きく動いてください。こういう感じ、犬のおしっこです。おー、もうお尻が痛い、あーかー、お尻が痛い、かー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 、1セット目からしてお尻が痛い。さあ反対いきます、スタート。体重は上げてる足の手です。あー、お尻が効いてる。つま先はね、できるだけまっすぐ前向けてください。きつい、犬ってすごい、これでおしっこするってすごい。 OK、 それではいきます、スタート。これでキープ。あ、結構つらい。足はね、横にならずにもも上向けて、ギャーはほっほ。これね、自然とね、プランクみたいにね、お腹に力入ってるんです。よし、あ、はあ、はあ、
もうどこが辛いか分かんないぐらい辛い。さあ行きます、反対。真横足持ってきて、こっから浮かせます。行きます、スタート。よっしゃ、これで持ち上げる。あ、スライク。もしね、スライクが頭に降りて、頭上げて、これでキープ。できるだけ足は前です。いや、片側の腹筋がすごい。じゃあ頑張っていきましょう。今度ははじめと一緒です。真横です。いきます、スタート。2セット目はね、やっぱり辛いですよね。効いてる。お尻が、お尻の横に効いてればね、正解です。うおーうおーオッケー。いやー、さあ行きます、スタート。ドリャー、みんな頑張って。お尻、お尻をね、いじめよう。今日はしょうがない、お尻をいじめよう。血液決めよう、お尻をいじめよう。さあ、あと少し。足がね、動きがね、オッケー。いやー、犬ってすごい。さあ、いきますよ、しっかり足上げて、スタート。このね、動きたいのに動かない、この止まったままってね、辛いっすよね。できるだけ足上げて、はあ、ううう、辛い、はあ、大丈夫、みんな頑張ってますか。頑張って、もう少し。ゲッゲッダー、うわ、はあ、ちょっとね、肩もだるいと思いますが、ちょっと回してね、肩の力取って。さあ、いきます、スタート。ドリャー、うわー、皆さんどうですか。ちゃんとももが持ち上がってますか。これね、まあ、お腹触れないから分かんないと思いますが、これ腹筋すごい使ってるんですよね、実は。あはは、うおー、よっしゃ、オッケー。さあラスト、最後はね、肘少し前に出して、膝をついて、腰を丸めたまま、このまま最後にキープ。これ最後20秒です。ラストいきましょう、頑張って、スタート。最後はね、このね、膝ついたプランクで体幹を最後しっかり鍛えて頑張っていきましょう。あと少し、お尻をしっかり締めてください。うわ、うん、あ、オッケー。ザー、上体を起こして動きます、スタート。こういう感じで力を入れる、抜く、お尻をしっかり上げたままです。動く幅はこんぐらいでいいです。無理にこうやって起きなくてもいいです。頭軽い方は持ってても OK。 はい、 OK です。中級は上体を動かさずに今の下半身を作って起きたままキープです。スマホ持ったままです。できれば息を長く吐いてください。それではいきます、スタート。お尻をしっかり締めて、お腹を縮めたままでキープです。頑張って、お腹はどんどん締めていくイメージ。はい、お尻を締めて、あと少し。 OK、 ふー、あったまってきましたね。ラストは足を浮かせたまま、膝パカッと開いて、この状態でキープ。足はブラーンと力抜いておきます。ちょっと25秒長いですが、最後頑張りましょう。それではいきます、スタート。息長く吐いて、お腹どんどん引っ張らせて、ダーッカー。それでは30秒間やっていきましょう。
かかとを上げていきます。スタート。これぐらいのペースでかかとを上げて、息なくなるときに反対のかかとを上げて使う。息をしっかり長く吐きながらです。こういう感じです。しっかりね、息を吐いてお腹をへこませてください。はい、OK です。反対行きましょう。スタート。ぐーっとね、伸ばして、かかと上げて縮める。しっかり伸ばして、かかとを上げて締める。これ意外とですね、やっただけでも 1,2 センチくびれがね、実はできるんです。かかとをしっかり上げて、よし、 OK。 30秒いきましょう。スタート。これも息をしっかり吐いて、しっかり膝倒してください。しっかりね、伸びると思います。感じですか。オッケー。はい、反対足も一緒です。最後です。伸ばしながら膝倒します。スタート。よく伸びてますか。片っぽだけね、しっかり伸びる気がするっていう方はね、骨盤の高さがね違う証拠なので、こういったね量を同じように伸ばすことをすると骨盤も整います。ラスト、膝倒して、グー、オッケー。それではいきます。スタート。スマホ持たなくていい方は手のひら上向けて、手のひら上向けるとしっかり肩甲骨が寄るので、背中をねしっかり使うことができます。つま先とね、かかとで重心取ることで足裏のバランスが良くなるので、歩き方が上手くなったり姿勢が良くなったりします。あと少し。はい、 OK です。次は今のを片足で行います。それではいきます。スタート。今度はね、すごくバランスがいるし、あとは片足なので足の指の力がすごくいります。なかなか難しいですよね、両足よりも。足指が疲れてきた。あーかー、やっぱり横に動くのがね辛いですよね。あと少しです。よーし、 OK。 今度反対です。いきましょう。スタート。このね、慣れた足からいきなり反対にするとね、すごくバランス取れにくい感覚になりますよね。しっかり足の指使ってかかとを持ち上げて横に動いてください。もう少し。よいしょ、バランスがいる。あーあー、危ない。オッケー。それでは30秒いきましょう。スタート。ここからぐーっと大きく息しっかり吐いてください。これだけでね、結構体がねぷくぷくになります。あと少しです。よし、OK。 反対も同じようにいきます。スタート。ぐーっと体を反らして、結構ね右左やりやすさが違うと思います。これ毎日やってたらね、
左右のバランスも良くなってきますんで、よし、OK。お疲れ様でした。最後までできた方、しんどかったと思います。ピンポイントでやった方もですね、一歩前進できたと思います。痩せるためには無理をしない、頑張りすぎない、自分に合ったペースで行っていくのがぴったりです。タートルフィットネスでは毎日短編の動画を配信しています。何やったらいいか迷っているって方はですね、アップされる動画を毎日するのも良いと思います。自分の好きなメニューだけ継続して何度もやるのもありだと思います。いろんな使い方でタートルフィットネスを使って一緒に頑張って痩せましょう。頑張ってよって方、よかったらグッドボタンやコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。